よし、830バトルポイントで21連勝まで裏でやっておきました。前回よりも6ポイント増えているはずです。前回なんで負けたんだっけな。なんだっけ、あ、光の粉でゲンガーのレートパンチがかわされたやつだ。理不尽にも程がある。眠い。今日僕睡眠時間がちょっと短くてですね、2時間ちょいしかね、寝られてないんですよ。ビーズイで、ポケモンでビーズイで、眠すぎる。今裏で21連勝までやる時、ほんともう寝落ちしそうでしたからね。まあサクサクとこなしていきたいと思います。よろしくお願いします。ポリゴン2。ポリゴン2って一回名前変えると、ニックネームつけちゃうと二度とポリゴン2に戻せないんでしたよね。確かその2っていうのが選べなくて、っていううんちくを聞いたけど、あら、もしかしたら金銀までなのかな。おっと、かわされてしまう。うわー、めんどくせー。ちなみに当時は進化の奇跡というアイテムはありませんので、存在しませんので、ポリツーそこまで硬くないっす。進化の奇跡が出てからもうポリゴンとは実質クレセリアポジションでしたからね。タイプ相性に恵まれたクレセリア。クレセリアもエスパータイプで十分恵まれてますけど、なんか異様に当たらないな。めんどくそい、めんどくそい、めんどくそい。鼻の中かゆい。うるれ、首狙い、首細いぞこいつ。湖に浮いてるなんかでかいバルーンみたいなデザインしやがって。これ絶対あれですね、アヒルのなんかでかいバルーン。お前アヒルポケモンだろ実は。ポリゴン、おい、出た。ミールタンこいつやばいから、もう爆発で処理する。光の粉だったらやばいよ。はい、当たった、 OK。ゲンガ、相手のラスト1匹は、あ、ラフレシア、 OK。 冷凍パンチ2発で倒していく。うる、眠すぎる。さっそく寝かせてくれ。花びらの前は小さなダメージ。ラフレシアってもしかしてさ、綺麗花に劣等感抱いてんのかな。綺麗花、だって綺麗花はさ、なんか綺麗な花っていうのもまんまじゃないですか。でもラフレシアってもうほんとラフレシアっていう植物の名前ですもんね。でラフレシアっていう花って、まあ綺麗と感じるかどうかほんと人それぞれなんで、ちょっと一概には申し上げられないんですけども、僕はまあちょっとグロテスクな印象を持ちますね、あの植物には。絶対ラフレシア綺麗派に劣等感抱いてるわ。まあそれはともかくとして、このニードキングカウンター覚えてたらやばいんだけど。カウンター、あ、一撃ですか。これ確か連勝数を重ねると耐えられるんですけども、まだまあ23戦目ですかね。あ、ラホだな、これ。これあれだわ、ちょっと喋りながらやったらタムトが狂った。てか寝不足でタムトが狂った。ここはゲンガーに変えるべきだったな。でもこれで落ちるでしょうね。これぐらいの連勝数だとまだね、相手のポケモンの個体値がね、多分ちょっと低いんですよね。だから安定して倒せる。相手、なんだっけ、岩虫だっけ。当てろ。よし。アーマルド先生の爪持ってて、
なんだ、剣の前に積まれてなんか三立てされたことが昔あったよな。動画化されてると思いますけど。で、僕いつもさ、負けた後に21連勝まで裏でやっときましたって言うじゃないですか。昔は、この企画を始めた頃はね、その21連勝まで裏でやるっつってんのに、なんか途中で負けたりして、もう一回21連勝までやる羽目になったりして。だからバトルポイントが、だから1ポイント、2ポイント、3ポイントの計6ポイントじゃなくて、なんか9ポイントぐらい増えてたりしてさ、21連勝までやるのを地味に苦労したんですけども、今となってはもうほぼ、もう、この何回、直近何回も21連勝までやり直すっていうくだりで、一回も負けてないんじゃないかな。もうスムースに21連勝まで勝てるようになりましたね。もう当然のように。やっぱり強くなってるんだなって実感しますね、俺が。俺自身が強くなっていると。まあ、シザリーがちょっとめんどくせえからもう破壊してやるよ。クリスマスツリーのコスプレみたいなもん頭につけやがってな。クリスマスもう終わってんだよ。とっくに。クリスマスとかさ、マジで意識しないうちに終わったわ。なんか、クリぼっちだーとか言ってなんかさ、ねえ、なんか、ツイッターとかでなんか、ぼっちアピールしてるやつおるやん？俺から言わせりゃね、もっとナチュラルに過ごすんですよ、真のクリぼっちっていうのは。その、クリぼっちがどうこうとかっていうふうに言ってんのは、心のどこかで、クリぼっちじゃない自分を期待している節がある。だって、マジでクリぼっちだったら、もっとナチュラルに日常の延長でクリスマスを通過するんで、ちょっとこれ、いや、運ゲーは怖いからやめとこう。玄関に帰る。だから、クリぼっちって発想がないんですよね。あ、終わってた。あ、12月26日。あ、昨日、おとといクリスマスだったんご。みたいな。アートの祭りだよね、マジで。あっと、こんなに食らうの？ジュノルト。はい、オッケー。ちょっと今のシャドーボールきついな。あんな効くんかい。ってことはあれか、クロバットで攻撃振ってると銀が一撃でやられちゃうの？それ怖いな。あ、ソロロックは、オーバーヒートくるかな。でもまあ一応変えるだろう、さすがに。岩なだれでおなしやす。あ、オッケーオッケーオッケー。お願い聞いてくれた。お前いいやつだな。そんなん関係なしに俺はコッパみじんにしていくからね。よく見るとソルロック、つけまつげつけてますね。シャレオツやな、お前な。でも今のヤングは、つけまつげつけないらしい。俺がヤングな頃は、つけまつげがおしゃれの時代だった。なんかダイソーで売ってるさ、ダイソーとか100均で売ってるつけまつげをなんかね、糊みたいなやつでね、貼るんですよね。今考えると、なんか力技もいいところだなと思うんですけども、あ、今の地震でよかったやん。当時は、それがおしゃれだったんだよな。今は、植毛？ちょっと知らんけど。今、まつげぼうぼう流行ってないですよね。知らんけど。おしゃれのブームは推移していっても、エメラルドは不朽の名作。そこがいい。今、つけまつげつけてたら、ちょっと、トレンドとは、トレンドから外れてると思うんですよ。まあだから、イケてるにはならないと思うんですよね。その、相当そっちの分野の化粧、あっと、キノコの星で眠らされていく。ただ、エメラルドは20年経って今でも、マジでおもろいからな。あーっと、眠らされてる。ちょっと都合悪いか、これ。ゲンガに変えよう。いや、こんなんね、相手に一方的に積まれてたんじゃ、拉致があかん。しかも起きた瞬間に技外して、また眠らされるんだろ？
だったらラムの実持ちゲンガーで迅速に処理してやるよ。おいな、あ、凍った、ざまみろ。影分身なんか積んでるからそうなんだよ。え、嘘でしょ。あ、食べ残しか。 OKOK。 え、凍ってしまって動かない。うわー、もう当てろ。もう凍ってしまって動かないが、なんで動かないのに食べ残しで回復すんだよ。もぐもぐすんな、お前口凍ってんだろ。なんで凍ってんの、飯食ってんだよ。そこをちょリアリティに欠けるよな。凍ってたらさ、お盆の実とかさ、食べ残しとかさ、なしにしようぜ。うる、しかもこれ耐えそうだな。あ、耐えなかった、よかった。ピシー、特製胞子を食らうこともなく。ジモンボルト、アリアドスって何を打ってくるかな。いや、ちょっとドット絵かっこいいっすね。シグナルビーム、ちょっと珍しい技が見られましたが、小さなダメージでしたね。うん、はい、ラスエージストライク、バッターアウト。はい、対戦ありがとうございました、彦吉さん。虫使い言うならさ、ヘラクロス使おうぜ、やつは強いよ。ヘラクロスのさ、こらえるカムラ騎士改正、あれやばいよな、マジ。ナリスさん、ブーピックを送り出した。コメントパンチでいいでしょう。ドゥッ、おっと、炎のパンチを覚えている。やけどになるな、よし、 OK、 実信。はい、炎のパンチを覚えるんですね、ブッピックね。プクリン、ちょっとコメットパンチで倒したいな。大爆発もったいないよ。さあ、イエローゾーン入った。顔洗われて笑われていく。おっと、相手食べ残しか。お盆の実か。うる、地震じゃ倒せない臭かったのでコメットパンチにしました。相手ラス1、アメタング OK、 自信。メタングのこの青いボディに赤い丸い目、 GTR34 のリアを彷彿とさせる、って言って分かるやつ、分かる人いらっしゃいます？いないか。昔の憧れの車、俺の。すんげえ今じゃ高くて一生手が届かない、もう名車ですよ、 GTR R34。 ナリスさん、対戦ありがとうございました。7人目、28戦目ですね。地味に強いよって、7人目は強いから、マジマジ注意、慎重にやりたい。浮き輪ボーイのオタク、オタクくんはハピナスか。ハピナスはグロスとは相性はいいですよ。ただし米パンが当たればな。よし、腹に当たろう。腹の卵勝ち割れ、マジで腹の卵勝ち割れ。急所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 、おっと硬すぎ。攻撃をかわしてゆくっと、食べ残しか、食べ残し、当てろよ。 OK、オッケー、
かなり優位になりましたね。うわ、出た。ちょっとまずコメットパンチ殴っていく。いいね、当たるね。はい、10万ボルトは余裕。吸収に当たるな。自信。よし。相手のラスイッチ。バーグオングオッケー。大爆発。オッケー。今日はスムースに行きましたね。まあ15分台ですからね。7人倒して。相当ペースが速い。もう相手の手の内をだんだん覚えてきて、迅速に処理できるようになりましたね。成長。確認するのでお待ちくださいまし。はい、28連勝。ご視聴ありがとうございました。